はい、どうもこんにちは。酒とロックスの光です。スペシャルさんのライドと申します。ヒコヒコライドです。よろしくお願いします。10月からですね、またモネちゃんがドラマ記憶操作2ですね、新宿東署事件ファイルですね。まあだからシーズン2、それがスタートする。それに出る上白石萌音ちゃんと、あとジャニーズね、風間俊介も出るんですけど、じゃあ二人の相性を見てみようかな。そんな感じです。萌音ちゃんは1998年の1月に。風間俊介さんは1983年6月17日生まれ。この人ジャニーズ事務所。ジャニーズっぽくないジャニーズね。俳優チームなんですかね。で、2013年には一般女性と結婚してる。まあ、だからジャニーズでもね、結婚できるのってあれですかね。生田斗真君もそうだけど。俳優陣は結婚早いというか、結婚いいんですかね。V6 の岡田君もそうですね。ポイントなんですけど、この人は一生懸命、頑固で保守的。警戒心が強い、コミュニケーションが苦手、落ち着きがあるなんていうのが、風間俊介さんのポイントになりますね。じゃあ恋愛運なんですけど、恋愛運ね、あんま良くないですね。まあ、既婚ですからね。モネちゃんはストレートで社交的なんですけど、風間俊介さんはコミュニケーション苦手ですね。なので、ペースが全然違うんですね。で、風間さんはね、こだわりとかね、自分の世界も強いわけですよ。趣味の世界とかね。なんかそういうちょっと変わった趣味も、何でしたっけ？ちょっとなんかね、ステータス修行とかね、マイレージとかね、そういうの取り憑かれてるとかいう話はしてましたよね。だからそういうこだわりが強いわけですよ。風間俊介さんって。だから、モネちゃんはそういうこだわりあんまりない人なので、そういうところについていけないっていうところですね。仕事に関してなんですけど、二人とも情熱的なんですね、仕事に関しては。だから取り組み方も似た部分を持ってる。でもね、なので同じ方向性でいい作品にしようっていう気持ちが合うと、めちゃくちゃいい仕事仲間になるんですね。で、情熱がね、強すぎるので、ぶつかるところもあるんですけど、まあ、お互いにね、すごい役者なので、認め合ってるので、特に問題はないんじゃないかな。そういう関係ですね。ということで、今回は記憶操作2、10月からね、モネちゃんが出ますけど、それと、共演する風間俊介くんの、相性なんかを見ていった。そんな話です。では、チャンネル登録の方またよろしくお願いします。ではでは。